31。さあ、これか。左右対称なんで、まあ、なんだろうな、それも踏まえて考える必要あるかどうかわかんないですけど。で、赤はここに持ってきたいですね。で、緑がここで出てるので、まあ、うまい具合に、まあ、赤の配置も考えたら縦にくっつけるのが正解でしょう。で、あと青もここにあるので、それも忘れずにくっつけるようにしましょうね。で、そうすると、まあ、行くとしたらこうかな、まずは。あ、ちょっと待って、これじゃダメだ。よく考えたらこれ青を通す、青っていうかな、赤を通すスペース考えないといけないんだ。んで、あれ、あれでもこれでどうやんだっけ。ちょっと待って、そっか、だからこうすればいいのか。青についてあんまり考えなくてもいいのかな。で、こうでしょう、こうでしょう。こうでしょう。で、青はこれで OK。 うん、下の緑と赤の使い方がポイントでした。32。うわー、これか。これパッと見何やらせたいか分かりづらいかもしれませんけど、要は輪っかを作るってことですね。そのためにはどうすんだっけな。これを運んでた気がするんだけどな。あれ、こんなんだっけ。自信がないんだけど。あ、違う違う違う、感じだっけこれ。違うな、こんなんじゃなかったな。ここで完成させるんですけど、答えとしては、そうか、これはどうしてもここに落とさざるを得ないから、こうすんのか。これこうじゃねえの。まあさっきと同じ感じですけど、これじゃダメだから、まずここくっつけるでしょ。で、これ持ってきて、で、これでくっつける。 OK。 33。 さあ、これも黒いブロックをどうやっていくかがキーになりますね。どうやったっけ、どうやったっけ。はい、あれ、こんなんだっけ。ちょっと待ってよ、すげえみやみやたらに、あれ、ちょっと待って、みやみやたらに置いてはいますが、
これそこじゃないと思うんだけど。あ、なんかそれっぽそうな気がしてた。あれ、なんか割とあっさりできたぞ。相当手こずると思ってたんだけど。